時代をリードする ICT 技術力でグローバルにビジネスを展開する NEC は、Z スケーラーのクラウドセキュリティソリューションを導入されています。まず一つはクラウドを快適に使えるということで、その快適さというのを維持し続けられるということと、今度快適さとセキュリティどちらかを犠牲にするのではなくて両方を得るということ、価値を、グローバルに提供する、モバイルでも提供する、世界中で、同じ手段で解決をしたい、これが大きなコンセプトになります。Gスケーラーに接続するための、設定というのは必要ですが、日本が設計したセキュアな環境というのをどんどん展開ができますので、これはインフラの維持というところだけ捉えても非常に大きい生産性だと思っています。拠点数でいうと100を超えてきますね。で、ユーザー数で1万5千人が利用する環境になります。ウェブのトランザクション、トラフィックのですね、86% はもう SSL 通信なんですね。今のアクセスのブロックの状況だとか、あとその検知の状況、マルウェアの検知だとか、SSL を可視化して分かります。そのトランザクションだとかトラフィックに対してチャージをするのではなくて、ユーザー1人当たりいくらで、そしてこのユーザーに対してはレスポンスの性能を保証、追加の投資をなしにもどんどんと性能が保証されると、そういう使い勝手の良さが価値だと思っています。思惑通りの対応が取れたという、そういうことでユーザーの評判はとても良かったです。何が起きたかすぐ分かるということと、何が起きた場合にすぐ対処ができる、その働き方改革とか DX っていうのを社内で取り組んでいる中で、時間と場所からの解放とか、最新のデジタルツールを使いこなそうとか、あとはセキュリティですね、をきちんとその中で実現していくっていう、この3つの柱があるんですね。クラウドファーストであったり、あとマルチデバイスであったり、あとはそのシームレスな認証統合みたいなところを実現していこうとしたときに、この Z スケーラーのソリューションというのはその真ん中にこう位置づけられて、でそれらが実現に対して一つ一つちゃんとこう連携したりできるので、今会社が目指そうとしているものをウェブのセキュリティというところで実現するための非常に有効なツールです。これからの時代ってそのネットワークの在り方も大きく変わってきますから、私たちはもうその中核に Z スケーラーがあります。 Z スケーラーは安全かつスピーディーなクラウドトランスフォーメーションを実現し、これからもエンタープライズセキュリティを変革していきます。